中島三郎介は、江戸時代末期の幕臣。江戸幕府浦賀奉行所よりき、後、江戸京和国箱館奉行並み。意味名は長種、ね。本国は、美濃、正国は、相模、文政4年に1月25日、浦賀奉行所よりき、中島誠治の子として生まれる。母は、浦賀よりき、日田中衛門娘。中島家は、 漢文九年に、下田頼木に召し抱えられて、以来、頼木を務めてきた家柄である。若い頃より、宝術に才能を見せ、辰木流、秀才流、小木野流の免許、高島流の改伝を受けた。また徘徊や若歌を父より手ほどきを受けたと伝えられている。全息の持病があったという。天保六年、浦賀奉行より君ならいとして、 後校十票で飯抱えられた。天保八年、森尊悟事件で奉仕を務め、褒美を受けている。海江元年、格別出生につき、五人ぶちを加えられ、海江二年、父の番台として、浦賀奉行より生きに飯抱えられた。海江三年、奉行所先駆の失火により、青い春丸をはじめとする軍船のほとんどが失われた、事件では責任を問われ、押し込めとなった。 カエ六6年6月、アメリカ合衆国のマシューペリー艦隊が、浦賀沖に来航した際に、副奉行と称して、通時の堀井達之助を連れて、帰還、佐助花に乗船した。その後、浦賀奉行、戸田市坂ら重役に代わり、加山英左衛門と共に、アメリカ側死者の応隊を務めている。なお、アメリカ側の記録では、戦隊構造、搭載法、 蒸気機関を入念に調査したことから密定のようだと記されている。ペリーの帰国後、老中、安倍正宏に提出した意見書で軍艦の建造と蒸気船を含む艦隊の設置を主張。加映7年に完成した日本初の洋式軍艦、鳳王丸の製造係の中心として活躍し、完成後はその副将に任命された。安政2年。 江戸幕府が新設した長崎海軍練習所に第一期生として入所し、造船学、機関学、航海術を収めた。法生丸で寄付後、安政5年に築地軍艦総連所教授法執役に任ぜられた。安政6年、浦賀の長川をせき止めて、日本初の艦ドックを建設、県米施設に随行する菅林丸の修理を行った。延元年、 軍艦総連書教授方、陶取鉄大出役に進んだが、病気のために、文久元年出役遺願面、り木に戻った。源氏元年に、富士見宝蔵万角軍艦陶取出役に任ぜられた、ものの再び病気となり、慶応二年出役遺願面、同年末には、より木の職も、長男、中島松太郎に譲った。慶応三年に再奉公を命じられ、軍艦組出役。 小十人格軍艦役金方を経て、両万条赤軍艦役に進んだ。慶応四年一月に、母親戦争が勃発すると、海軍副総裁、江本武明と行動を共にして、同年八月十九日に、江戸、品川沖を脱出、江戸地へ都会し函館戦争に至った。函館政権下では、函館部行並、方平頭並みを務め、 江戸地七十村開墾条約書には、函館奉行、長井久氏と連名で署名している。戦時は、本陣前衛の千代家大陣屋を守備し、陣屋隊長として奮戦した。函館市中が新政府軍に占領された後、軍議では降伏を説いたが、中島自身は千代が、岡陣屋で打ち死にすることを抗言しており、五稜閣への撤退勧告も、新政府軍からの降伏勧告も拒否。 本人五両閣降伏二日前の明治二年五月十六日、長男の常太郎、次男の栄二郎、副親の柴田信介らと共に戦死。去年四十九、サブロスケは、廃人としても知られていたという、江戸脱出の際にも一句読んだ、中島サブロスケ不死最後の地碑、鳥海久美子、言葉が招く、国際摩擦ジャパンタイムズ、 平成10年、ISBN4 から789009300、閉鎖後、同署に、浦賀選挙が開業。中島町の地名の由来になった、武将、中島三郎介、中島連売。ありがとうございます。